ハドロン物理学は原子核を構成するバリオンやバリオン間の力を媒介するメソンといったハドロンの性質を素粒子物理学の立場から強い相互作用を説明する量子職力学を用いた解析によりクオークの多体系として解明しようとする物理学の一分野である。研究対象とする物質の種類から一般に原子核物理学の一分野と位置づけられるが、 理論的手法は素粒子物理学の基礎となる場の量子論に基づいており、いわばこれらの横断的研究領域である。ハドロン物理学は量子植力学に基づいたハドロン物質の性質解明が研究課題とされている。よって素粒子標準模型におけるクオークやグルーオンの相互作用を解析することを第一原理としている。論が十分に成り立つ領域では、 解析的な手法による現象の理解に理論的信頼を置くことができるが、量子職力学の性質から着目する系のエネルギーが低いと非接動的効果が大きく寄与するため、そのような領域では、量子職力学をもとにした有効模型や QCD 数の利、格子ゲージ理論、ゲージ、重力対応などを用いた非接動的解析がなされている。 また強い相互作用をする素粒子の一般的性質を扱うことから蒸気の解析により現在ではクオークハドロン多体系における温度密度空間では以下のような様々な物理状態が実現されていると考えられている。これら核物質相の内部はもとより核層の間の相転移を理論的実験的に解明しようとする研究もなされている。 ハドロン症と QGP 症の間では、クオークの閉じ込めやカイラル対象性の破れなどが、ハドロン症とカラー超伝導症の間では、中性子凝縮や大クオーク凝縮などが議論されている。ハドロン物理学において、研究対象となるのは、ハドロン及び、それが集まり構成されたハドロン物質、そしてその構成要素と考えられるクオーク、グルーオン及び、クオーク物質である。 ハドロンには、その構成要素からいくつかの分類がなされている。この他近年では、エキゾチックハドロンと呼ばれる蒸気の構成に当てはまらない粒子も予見されている。2003年には、クオーク5つで構成されたバリオンや、クオーク4つで構成されたメソンが実験で観測されたとの報告があり、現在もその存在について議論がなされている。ありがとうございます。